ありがとね。やっほー。皆さんツイートはしないでください。ツイートはしないでください。ちょっとテロップに書いとこう。ツイートしないでください。ツイートしないでください、わら。ちょっとね。やっほー。こんにちはです。こんにちは。すいませんね。朝からありがとう。今日もあるかなって朝来て待機してた、ありがとう。マジ？りょうきさん。 いや、もちろん早起きだよね。もちろん早起きだよね。 私すごく夜さ、めっちゃボサボサで配信してしまって本当にごめんなさい。本当にごめんなさいね。寝れないと最近キアラちゃんいるから寂しくない。よかった。絶対悔しいの。 いや、もちろん寝てたよ。ぐっすりぐっすり寝てたからね。ぐっすり寝てたよ、もちろんね。 一緒だね、早起き。一緒だね、キララさんね。一緒だね、本当にね。 ね、まだね、赤いの。ちょっと、あ、ちょっとね、この画面がピンクだから目がまだ赤いのです。だからね、いや、ほんと、いや、ほんと、いや、もちろんほんと、いや、これさ、ツイートしないでくださいっていうさ、テロップしてたらさ、スクショ結局載った時にね、あれだから、ちょっとやめときます。ちょっとアホ毛ちゃんがね。ありがとう、みんな。ちょっとね、お腹が空きました。お腹が空いたら焼きおにを。ちょっと眉毛だけ描こうと思います。眉毛だけカキカキしちゃうよって。なんかペコペコだよね。キャラさん、今から寝るね。おやすみなさい、東キャラ。リュウゾウさん、おやすみなさい、東キャラだよ。寝ようと思ったら、通じて目が覚めました。ゆるキャン、朝ごはん中。嘘、アザリン君。毎日続いてるね、続いてるよ。また大会中にキーちゃんの配信見てる。大会、ピーク戦？違うか、普通の、なんかゲリラみたいな感じかな。ことみん！今日誕生日なの？ことみん！ちょっと。でもね、ちょっと髪の毛が、あれだよね。ちゃんと、よいしょ。ちゃんとしてもちゃんとならない場合、どうすればいいのかな？どうすればいいですか？ことみんちゃん、お誕生日おめでとう。ことみんちゃん、お誕生日おめでとう。ちょっと口から隠させてもらって。 おめでとう、ことみんちゃん。何番目くらいに言えたかな。おめでとうだよ。ありがとね。 ありがとう。間違って電源を切ってしまいました。ちょっと帽子をかぶりたいと思います。ごい。また、切ってしまいました。ね、これ iPhone X の方でやってるからね。いやー、本当にね、ちょっと今、ちょっとここ床に、もう本当にダメだよね。びっくりしちゃうよって。
本当にびっくりしちゃうからやめてよね。ごめんなさい、びっくりさせちゃって。こっちが、こっちこそごめんなさいね、本当に。ちょっと眉毛だけやってまた配信したいと思いますね。え、これ配信できてるかな。すごく不安でございます。皆さん、あのツイートしないでくださいね。ツイートしないでくださいね。フリじゃないですよ。もう朝やってたってことがわからないくらいにしてくださいね、皆さん。あのシークレット配信、シークレット配信でございます。うん、前髪溶かしたのに汚かった。でも今日まっすぐ、お風呂入ってすぐ乾かしたから髪の毛まっすぐでございます。ヤッホーだよ。帽子かぶりました。今日はね、私もお仕事休み。やったやっただよ。今日から修学旅行頑張って。なんで起きてるの。あ、準備か、準備。なんか修学旅行5時ぐらいに起きちゃうよね。ごめん、一体ゴミ出ししてくる。えらい、金ちゃん押す決めた。マジ、りょうきさんありがとう。りょうきさんありがとう。お話し会でさ、こういうコードの話しようね。朝配信アップ多めで、そう、目が悪くてね、あれになっちゃうんで、何、そう、アップしちゃう。なんでツイッターダメなの。ですね、シークレット配信にするからです。でキャータン最近ゲーム配信とか見るよ。最近は荒野人狼の配信者の、なんか荒野人狼勢みたいな人の配信をずっと見てます。すごく面白い。なんか人の荒野人狼を見るのすごくね、面白い。のぺのぺって何で？ヤッホーヤッホーでございます。ちょっとね、ここら辺がちょっと汚いので片付けたいと思います。やん、大丈夫でした。よいしょ。前髪綺麗だな。私お風呂入ると綺麗なんだよね。いや、毎日入ってるんですけど、ちゃんとお風呂入ってもう1分以内、もう5分以内に乾かすとちゃんとまっすぐになる。そうなのよね。5時45分に出るの？キアマイエピソード？もうちょっとでお出かけに行くんです、マイカちゃんと。それが楽しみです。これ映したらやばくなっちゃう。口しか塗ってないからね、隠しときます。もうマスクした方がいい説ある。そうなのよん。朝早いでしょ。自分はキアン推し。やっぱもう背の小さい、知性ちっちゃいっていういじりが好きなんですか。マスク取っておいで。もうマスクしようかな。ちょっと待ってね。マスクがどこにあるんだろうな、これ。マスク、マスク、マスクちゃん。
マスクちゃん、がんこちゃんみたいになっちゃったえ、待って、マスクどこだ。あ、ないな、マスク、マスクどこだろうな。ないですね、マスク。マスクがない、なので諦めます。え、マスクない、え、マスクないな。いや、どこだ。うーん、どっかにはあるんだけど、ちょっとメガネして探します。今のメガネ姿見えてました？見えてました？今のメガネ姿見えてなかったですか？おはよう、おはよう、おはよう。全く見えてない。よかった、よかったね。ござんす、ござんすだって。ござんす、ござんす。あ、マスクの場所思い出した。マスクの場所思い出しました。斉藤キャラ、ここの、引き出しみたいなの中、ちょっと待って、ありました。うわ、いろんなものが釣れた。持ってもらってん。ちょっと一旦隠さして、私いつもマスクね、つけの下手なの。見て、下手すぎる、下手すぎる。ライライラミンニャー、まあまあまあ、下手すぎるとか言って。お嬢ちゃん前も来てくれたね。そう、エンビーベイビーです。最近ハマってる。最近バンパイアとエンビーベイビーにハマってます。そう、私黒マスクしか持ってないのよ。お母さんがね、なんか黒しか買ってこない。私が黒好きだから、多分黒買ってくれてるんだと思うんだけどね。そう、売ってる、100枚入りみたいな感じです。寝る準備して5時間もなったヴァンパイアのティックトックしすぎる。え、ヴァンパイアのティックトックなんてあんの？ちょっと今調べちゃうよ。それ見たい、どういうのか。私ヴァンパイアイノスちゃんっていいの、もう無理無理なんで悪い子だね。君を捕まえるが好き、ピーマル様の、ピーマル様さんの。私ピーマル様さんめっちゃ好きなんよね。かわいいよね、かわいいヴァンパイア。うん、今日はマスクで、マスク配信します。ちょっとマスク配信をしますね。ちょっと待って、よいしょ、あれどっか行っちゃったよ。ありました。で、なんか化粧ポーチの中にさ、マッキー入ってるんだけど絶対サイン書いてる時にさ間違って入れたじゃん。これ何やったんな、何やっちゃってんなっていう感じですね。
いしょ、OK。 愛情をください、まだ絶対いけるよ、君もバンバイよ、まずはこっちおいで。いおりじゃん、そうなの？マリージャーゼル12日間、嘘、書いてあった？え、すごい、12日間もやってる。やったね。いや、待って、ごめんなさいね、あの、え、これ横画面になってます？これ横画面になってるかな、どっちがいいかな。こっちが2ね、こっちが1、こっちが1でこっちが2、どっちがいいですか、どっちがいい、こっち1、こっち2、どっちがいいですか。アンケートを取ります。投票開始。こっちが1で、こっち1で、こっち2、どっちがいいですかね。あ、両方一緒？こっちが縦でやってるんだよね。こっちがね、こっちでございます。終了する。あ、2の方が多いのでこっちにしますね。こっち横向きで持ってるの。正直3日で終わると思ってた、偉い私も思ってたよ、3日で終わるんじゃないかなって思ってました。横の方が顔よく見えるかもね、涙袋が吸収されるから、まあ、書いてるんですけどね涙袋ってなくてもこうやってやったら出るし、書けるんですよ神ですね。遊びに来てありがとう、ヨッシーさん、ありがとう。わかるよね、これは。だって、あれ？わかんないか。ほら、え、やばくない？めっちゃ書いてる配信だとバレないリアルであったら結構すごそうだな。待ってね、あ、リアル、いや、リアルだっても別に、だって抗菌の目薬します。10秒間目をつぶらせていただきます。なんて最高、ずっと生き続けるなんとかな、7ヶ月の発展、なんとかなんとかなんとかなんぬるないだけ誰かといれば、それがたまれば、いっそってなど気持ちに逆らえない、ね、逆らえないか逆らえない、どっち教えてほしい、それを。え、1番が逆らえない、普通バージョンみたいな、逆らえないで、2番目が逆らえないみたいな。はい、どっちですか、投票スタート誰かといれば、それがただれば、いっさて何度か気持ちには逆らえないが1で、逆らえないみたいなのが2です全部アンケート、どっちだと思いますかね。逆らえないか逆らえないみたいな、どっちだと思いますか。投票終了。あ、逆らえないだってるよね。え、待って、1600人も見てんの早くない？早くない？1600人も。じゃあもう一回アンケートします。1番はずっと起きてた人、2番は今起きた人、はい、どっちでしょうか1番ずっと起きてた人、2番今起きた人ちょっとアンケート機能ね、私ハマってるんですよね。1番はずっと起きてた人、2番はさっき起きた人、みんなはどっちかな。
あ、みん6割の人がずっと起きてました。ダメじゃないか。3番はずっと講演してた人で。すごい熊のガムさん。私尽くしだね。え、さっきまで仕事してたの偉い、本当にマジで偉い。 Facebook フォローしてます？私 Facebook してないです。多分その人あれです、あの偽物です。待って、こっちのねあれが取れてきたのでもう一回します。え、私 Facebook してないです、怖いです。怖いんですけど。怖いですね。誠に怖いでございます。よいしょ、涙袋追加。さっき目こすっちゃったので、え、間違った。やばい、これはわかるね。いや、涙袋破格の適当すぎ。偽物ですね。あと、いおりちゃんさ、インスタやってないのにさ、なんかフォロワーめっちゃいるよね。いおりさんの友達たち、ギャットでパソだよね。斉藤キアラって人他にいなそうだよね。飲まって何度か何度かなんだかな、うるさいだけ、誰かといればそれがたられば。ずっと歌っちゃう。餌って何度か気持ちいいんじゃ魚えない、魚えないみたいな人、いアレンジしてる人か、まあ、あんま見たことないけど。斎藤はあるけどキアラはいないかも。でもアイドルさんでなんかキアラって人、キアラって同じ名前の人ってなんか知ってたことある。あとは普通になんか、あ、何だったんですか、ヴァンパイアって言ったら NBA の曲。待って、なんかずっとさ私配信た何退出しそうになるボタン。ファンじゃなかった時に名前だけ見て強そうと思った。強いぞ私は。嘘、声聞こえない？え、今聞こえます？今聞こえるかな。うん、キアラと同じ感じの人絶対ない。今は声聞こえてる？山本アンナはいる。なんかどっかで山本アンナっていう人がいたらしいよ。あ、これがマイクか。これマイクですね。あー昨日の夜の配信はマジで顔面やばすぎてごめんなさいとしか言いようがない。本当にごめんなさいね。うん、うん、そう、アイドルさんいるらしいよ。よろしく的な感じだねって言われた。確かに確かにね。だって「I love you」ってあるじゃん、「I love you」って
その中に二文字も漢字入ってんね私ねえ、顔近い配信好きだから助かる。私お母さんにさ、顔近い配信マジキモいから本当にやめてって言われたそう言われました。この時間の空ちょっと眠くて、好きわかる、 I love you。 うーん、そんなことないよ。そう昨日の配信怒られました。マジで何で配信したのみたいな、本当に怒ったよ、許さないからって言われましたあ、切り取りしないでください、マジでしないでください、定期だから切り取りしないでくださいわあ、しゅんくんおはようございます。斉藤キュアラ、しゅんくん言っていいですか、さっきもなんかおはようございます斉藤キュアラみたいなこと言ってたんですけど、おはようございとうキュアラでよくないですかどっちでもいい、なんかございます斉藤キュアラだとちょっと語呂が悪いので、意があるから、しかもさにてんてんざ斉藤キュアラでいいんじゃないかなって思ってますどっちでもいい、マジでどっちでもいいすいません、どうしても気に、どうしても気になっちゃって。あ、サビルパンさんおはよう。ごめんな斉藤キアラはいいんですけど、おやすみな斉藤キアラもいいんですけど、おかえりな斉藤キアラもいいんですけど、おはようご斉藤キアラでお願いしますお願いしますね、どっちでもいい、マジシュンくんごめんね私謎にね、そう思っちゃうんだよね、本当にごめんなさい。斉藤キアラって万能だね。おやすみな斉藤キアラ、ああおはようございます、ございます、ございますっていうのは斉藤キアラで、おやすみな斉藤キアラ、いただきまーいただきます斉藤キアラ、無理だった、いただきあらますどういうこと、いただきあらますってどういうこと、ごちそうさん、ごちそう斉藤キアラ、ごちそう斉、ごちそう斉藤キアラか、いただきあらますいただきあらます、レジ袋ご利用ですか斉藤キャラ、よくわかりませんあ、私がごちそうになっちゃう、佐々木と斉藤、斉藤はいけるね、そうだね、待って、りょうさん斉藤と斉藤さ掛け替えてるのめっちゃ優しくない、めちゃめちゃ優しいですねイラスト斉藤キアラやばい、イラスト斉藤キアラね、誰かやってみて、なんか働いててコンビニとかで働いて、あ、イラスト斉藤キアラいらっしゃいませじゃなくて、イラスト斉藤キアラ言ってほしい、だってあきひろさんありがとう、イラスト斉藤キアラ、私もさ普通に全然店員じゃないのに「痩せてくよ」って勝手にやばいやつみたいな言ってみようかな、面白くない、店員さんびっくり、え今言ったの誰みたいな「痩せてくよ」謎のツボ、謎のツボですちょっと意味わかんないね、
つもテンション高いの高い方だと思われます。テンション低い時の方が少ないですね。人生楽しまなきゃ損2000人突破、え、ありがとうございます。早いですね。え、だってさ、初めてからさ30分しか経ってないのにありがとうございます。びっくりしちゃう。ありがとうございます。目が悪いんですよ、だから近づいちゃうの、ごめんなさい。こんぐらいで話したいと思います。ここでしかねコメント読めないんだよね。ちょっと前髪気になるな。鼻見せたくないっていうか、肌が何もしてないので、まあ、鼻も見せたくないんですけど。視力は 0.04 ぐらいです。でも下がってると思うんだよね、最近目が悪いって感じて 0.03 ぐらいだと思います。ちょっと目の視力測りに行ってきます。無料なのでね。マスク取れば100人増えるかも。いや、マスク取っても増えません。マスク取ったら、あれあれお坊ちゃんがいる、あれあれあれ見間違いか、あれあれちゃうちゃうのね、あの増えません。いおりさんとどっちが悪い、いや私の方が悪いと思う多分。いおりちゃんマイナス6くらいか、待って、いや あった気がする、軽く違いますね、あれ-6 ですね。よりちゃん前カラコンタクトは借りたんですけど、それをね結局使わなかったやつがあって -6 でした。私-8なんですよ。-8、あのマジで自慢してるみたいなの思われるかもしれないけど、本当に目悪いことって本当に不便しかないし、薬局には-6までしかカラコン売ってないんよ。だからネットで頼むしかなくて、だから-6までぐらいが本当にいいよね。なるべく、え待って、あ外明るい、だからなるべくね、マスク取りなさい東京原だが言わないで。え普通に目がいいからマイナスがどんだけ悪いかよくわかんない。そう、ひとみちゃんマジでもうマッチでいいの、マジでいい。そうイコラはみんな目悪いかも。あ、ひとみ、あ、サラツも目いいかな。なんかカラコンはしてるけれども視力は入ってないみたいな。そう、え、そう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 なんだよね。本当に目がいい人すごいと思う。何時半で配信しようかな迷ってます、迷ってますっていうか眠くなったらですかね、そろそろ寝ようかな。寝ちゃうの。キラちゃん普段カラコンつけてます、毎日つけてますよ。瞳っていう名前だから目がいいのかな。確かにありそう、そういうの。今日は何もないないよ、今日も休みです。でも明日から、明日は割と朝からあって、だから今日はどうしようかな、どうしよう、今日は今からもう一回寝、もう一回寝て、ヨガを寝て、12時、いや12時ぐらいに起きて、ずっと起きてればまた12時ぐらいに眠くなるんじゃないかなって思うので、12時に起きます今日は。
やでも12時前に起きた方がいいかな。そっちの方が起きやすいと思う。起きやすいっていうか早く寝れそうだな。絶対に12時以降、いやどうしよう、6時ぐらいに寝ようかな。6時ぐらい寝て、で3時ぐらいに起きて、いやこのまま起きてよ、このまま起きててそっから寝よう決めました。今から起きてずっとで12時ぐらい、いや3時とかお昼寝みたいな感じで寝たらきっとずっと寝れると思うので、でまた5時ぐらいに、朝の5時ぐらいに起きて準備始めて行ったらちょうどいいかなって思います。そうだね、あくびしてる時点で絶対寝ちゃうんですけど、今日動きまくるって言ってたんですけど、どうしようかな。いやー、ゆこの時間、いや3時からあの配信見たいんですよねなので起きたいんですよね3人は。だからだから3時には寝て12時間寝ればいいんじゃないかなって思ってます。だから3時、いやー無理っしょ。いや頑張ります、なんとか。ねえミリネコさんありがとう。さっき 16% だったよね7% 頑張れ、きっと無理家の中でも美味しそうです。ちょっとごまかすためにちょっとしてますね。こうやってテープは分かっちゃうかな。こっちは、あ、どっちもついてた。今は普通だね。なんかさっきめっちゃ分かりやすかったけど。エンビーベイビーが頭から離れません。This is the crazy I know so now. Da 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 da. This is the crazy I know so now. I don't wanna die. Yeah yeah yeah.好きすぎる、ラララミンヌ、ジャママママ。ちょっと前髪がやっぱアイロンしてないからね、すごく気になります。あっちゃん、うん分かったよ。おやすみなさいトンキャラ。ディズニー行ってきてね、もぎもぐさん。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、夢の国へようこそ。待って、やめとこ、やめときますちょっとやめときます。ちょっとあんまり話しちゃダメでした、あダメでした、ごめんなさい。トイキャラ分かったよもぎ。ちょっと今またね、退出しそうになっちゃった。もぎもぐさん楽しんでね。もう見てないかもだけど。バイバーイ。いってらっしゃーい。待って、携帯熱いな。これやばいかも。ちょっと水でも当てとくか。キアラちゃんの声なんかいい。本当に？ありがとうございます。ははははははは、はは、僕、キアラだよ。あ、僕、アッキー、僕、ラッキーだよ。はは、はは、ハッピーです。これから。
から仕事頑張って。一番好き、ありがとうゆうなちゃん。いっぱいコメントありがとう。わら。もらって寝れん、あっちゃん。閉じて閉じて。ダメだよ。あ、はよう、アングルグランパー。アングルグランパー知ってる人いるかな。あのなんとかチャンネル、ディズニーチャンネルじゃなかった、なんだっけ。うん、りょうさんまたね、ありがとう。おはよう、アングルグランパー。うん、離れた方がやっぱいいよね。ごめんなさい、近づいちゃって。ちょっとまぶたが重いですね。眠くなってしまう。いや、ダメだよ。こんな時はキャラジオ体操開始。じゃんじゃん、ちかっちゃっちゃっちゃ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 2234じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃじゃん。待って、え、聞いてる、え、足の骨の音やばくない、ちょっと聞いてて。あんまさっき言わなくなったけど、さっきボーキボキボキってさ。ラジオ体操大事。せーの、じゃんじゃん、手首を回します。手首じゃない、腕をじゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 んじゃん、はい横、でん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 、じゃん、後ろ、前行って後ろ、じゃんじゃんじゃじゃんじゃんじゃん、野球野球、じゃんじゃんじゃん、ストライクストライク、え、それボーリングだった。ピッ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 、じゃんじゃんてて、じゃんじゃんじゃじゃん、じゃんじゃんじゃじゃんじゃじゃん、じゃじゃんじゃじゃん、ジャンプ、じゃ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 ん、じゃんじゃんじゃ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 ん、でてん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 、深呼吸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 、じゃんじゃん、今日も一日頑張っていきましょう。はい、眠気が覚めましたね。あ、危ないよ、危ないです、これを踏みそうになりました。はいはい、ありがとうございましたね、本当に。ちょっと
ント欄を読みます。めっちゃバキバキやばいよね。本当にやばい。アングルグランプ初めてだった。はっちゃんマジでこういうことだろうしてたよ嬉しい嬉しい。二人とも見てないですね。寝てますねきっといや皆さんゆっくり寝てくださいね本当に。アロカムサムニダ、あのカムサハムニダアンジョハセヨ、たまになんとかニダっていう人いるよね。まだキアラジオ体操見てるだけで自分が達成したことない。ちょっと2番さんじゃないなちょっとやばい今さ2番さんってさ小屋人狼しすぎて2番さんって言っちゃったよ。やばいねえやばい。マジで小屋人狼しすぎてさ2番さんとか言っちゃったんだけど、もぎもぐさん本当にごめんね。いや本当にびっくりしちゃった。やばくない、ちょっと小屋人狼しすぎて2番さんとか言っちゃった本当に無理やばいいやーやばすぎるね今のはしかも多分上から2番目のコメントだったの、あか2番さんって言っちゃったんだろうね。ね本当にやばい知らないで本当にやばいいや小屋人狼してたので、いやさっきね人狼だったらめっちゃ倒しまくったの。もうピアノルームで3人ぐらいやったの。なんか1人やってずっとピアノルームに隠れてて、あとゲストベッドルームとかいろんな何壁でちょっとなんかワープのところ見れるじゃん。でああ誰も来ないなと思ったんだけど、ピアノルームでちょっと出たら10番さんが来て向こうからあやぶねって殺したじゃん。そしてまたピアノルームの壁に隠れて、でそしてたまたま出たらあ今度2番さん来たと思って倒して、もう3人殺したので、そんで、そしたら多分もう一人の人狼が監視室でやってたんよ。だから監視室での箱が見つかって、だからピアノルームで倒した3人分のあれが見つからなくて、え急に4人死んでるみたいになって、そうで勝ちました。イエイ強すぎる、強すぎます。毎日こういうこと配信本当にやばい。にまさんどこいました、何のタスクしてました本当に面白すぎるねえね、キアラジオ体操見ながら寝ながらやんないで本当に。キルクールあるよ。30秒かな、わかんない、20秒だっけ、いや30秒だと思う。そう、いやマジで楽しかったでそしたら終わったってさみんなボイス入っちゃうじゃん。あれなんかあれボイス入っちゃうんだけど切りたいんだけど、なんか一番最後終わった後人狼勝利市民勝利ってなったらボイス入っちゃうの。それでよっしゃーって言っちゃって、そしたらやばい聞こえた、やばいやばいやばいってなったら、もう何3番の人、あ2番さんと3番さんと10番さんを殺したの、何度覚えてんの。そうで3番さんが「きっしょ」みたいな女の人でって言ってておもろってなりました。いやーマジで人狼楽しかった。もう人狼はマジで飽きない、楽しすぎて。でしかもシングルで入ってたのずっと、そしたらなんかマジで同じ人と名前も覚えちゃってる。もうマジでみんな同じ人が5人ぐらい、5、6人マジでずっと同じだったの、あの入ってたのがマジで7回連続ぐらい同じ人で、もう大体この人強いなとか嫌やなとかちょっと分かってたんだけど、だからすごく分かりやすかった。その時はずっと市民で、その人たちと一緒になんなくなってから人狼が来たからよかったわこれ行動タイム始まってしまった、誠に申し訳ありません、本当にごめんなさい。口悪い世界笑あっ
ごめんなさい、本当に3000人も方が見てるのに殺したのとか3人殺したのとか本当にごめんなさい。キルしましたっていう、キルしたんですよ、3キルしたんですよ、いや4キルしたんです、その前にもキルしたから、いやそれ違うかも。でも相手の人がマジで1人しか殺さなくて、えみたいな感じでしたね。VG つけてない、あの最後らへんについちゃうの、なんか最後ねどうしてもついちゃうんだよね終わった後。でも基本 VG つけない、バレるから人狼だとバレるじゃん、声のトーンとか焦ってんのとかさ、あいやあのあの時はとかあとか言っちゃうじゃん、だから VG つけないよ。タイアップまで逃げないと そうバレちゃうからね、逆に市民なのに怪しまれた時はたまにするけどもそんなしないかな。あとは情報量多すぎて打つのがめんどくさい時とか男の人のフレッシュやったりとか、そんなに面白いのか、いや私は好き、てか人狼がもともと好きなんだよね、人狼がもともと好きで、だからすごく嬉しかった出た時、みんなえこういう人狼ゲームって パクリじゃんみたいなのが多かったんだけど、私はすごく好き、だからありがとうって感じ。スマホでやってるよ、クエア人狼気になってきたみんなに布教してる、キャラじゃないけどほんと好きおもろすぎるおもろすぎるイケボっていうかシャタバじゃない、わかんないけど、男の人の声出せるのえなんかねどんな感じだろう、えどんな感じだろう、えどんな感じだろうね、タスクとかあるのはそうちょっとね始めてしまいそうになった、始めてもいいんだよでもね通常長いから、通常長いからねレジャーの方が楽しいとかも、まずはなんか団体競技場とかメインストリートとか小屋人狼とかテンパってるの想像できるおはよう、おはよう、うん、いやイケボはさイオリちゃんとかの方がうまそう、まうんうんこういうことの上さんこそマリちゃんいやー無理でしょ、だって乃木坂さんだよ、乃木坂さんレベルにならないと無理だよ、対マンしましょう、対マンしましょう対マンしましょうよ、本当にやばい眠くなってきた、またラジオ体操する後ろ何かいるよ、うさぎでーす、ゲーム部やってほしい、やりたいよ、みんなハッピーサフール、サフールって何、キャラの曲聞きたい、容量元からいけば、確かに確かに、キャラの曲あはははは釣られてもらいたいだってえイケボ、あじゃああのクエア人狼でたまに遊んでやってるやつはなどんな感じだろう、でもたまにあ、二番さん、あ、二番さん、人狼じゃないですかね、あー、はい、みたいな。たまに、おじいちゃんみたいな、やってる。それ、さ、あ、いや、あ、二番、無理です。あ、声低い声出ない。こんな声しか出ないですね。あ、二番さん、あ、二番さん、人狼じゃないですかね、みたいな。あ、二番さん、タスク。終わってなかった気がするんですけどみたいな感じでいるよねこういう人いるよねいるよね、こういうああお願いしますあお願いしますお願いしますみたいなこういう声作ってる人いる無理無理でーす見るでーす、あ見るですね、無理です、お願いしますねとか
あと、あ、お願いしますみたいな、お願いしますみたいな、やばいやつみたいなやつもやってる。やばいよね、本当に。前ね、安倍総理さん、元安倍総理さんのモノマネしてる人がいて、はい、あ、2番はあのタスクが上がっていたので、あの趣味だと思うでありますみたいな。あとはあのなんだっけ、多分あのそのなんかその時その人と2回連続同じだったので、マジでおもろいと思ってたんだけど、2回目の時人狼だったんよね。 それでいや、私はあのタスクしてただけであります、人狼ではありません、あの私にあの清き一票は入れないでお願いいたしますいたしますみたいな、よろしくお願いしますみたいな感じでやってて、マジで本当に面白すぎて、そう面白かった、本当に。あ、安倍元総理さんか、ごめんなさいごめんなさい、本当にごめんなさい、ね、マジで面白かった、2回連続面白かったな、本当に面白かったほんとに弱かった。あ、寝坊したの？はい、ラジオ体操終わりました。どんまいどんまいどんまいどんどんまい最近ファンの人煽りがち、ごめんなさい本当に。いや、私はモノマネ返せばよかったな。何のモノマネ返そうかな、なんか変なやつで返したいな。何がいいかな、マイメロちゃん、変なやつ、マイメロちゃん変じゃないけど、マイメロです。元総理さんは、あの人狼だと思わないです、マイメロです。全部に語尾にマイメロですってつける。あ、なんか目だよマイメロです、私を投票した目だよってじゃあ今度やってみます、それで後でやってみますね。はい、だいたい私3番か5番なんですよ、だいたい4番少ないな、1番か3番か5番だいたい、だからはい、3番、なんとかです、甘いもんです、今日も早くなってきたと思いますみたいな確かに私とそ、私がさ、マイメロで絶対言ってたらさ、私ってバレちゃうからやめます、やっぱり。それか、クロミちゃんで、へい、クロミです。いや違う、全然違う、クロミです。何が目だよだよってずっと言ってようかな弱すぎる。え、待って、見て、星いっぱい流れててさ、すごい集合体みたいになってる、ありがとうございます。赤平さん、赤平です赤、ま、あのイコラボのマネージャーの赤平です。乃木坂最近いい子だからえ、もろはし、もろはし、あのちゃんと資料書いたの全然似てないんだな、全然似てない。エルモお願いします。エルモだよ、エルモだよ、今日もカヤ人狼やっていくよ、カヤ人狼へようこそカヤ人狼へようこそ、僕は市民だよ、人狼じゃないよ、僕エルモだよあ、モロハシやった、ダメだよ、ダメだよ、やんなきゃ、全然似てないな、あ、わかるんだけどね、できない私。あ、もろはしやった、うん、ダメだよ、ダメだよ、やんなきゃ、え、全然違うな、いやー難しい、え、ダメだよ、ダメだよ、おーじゃないよね、もっと優しい声、ダメだよ。ガチで真似してんの、ウケる、本当に、本当だ、エリモさんやんめっちゃ人狼感、笑やばすぎる、ピカチュウやって、
ピカチュウ、ピカチュウは人狼じゃありません。ピカチュウ、ピカピカ。全然違う、鬼似てない。高田久美さんと漢字間違ってない。さあベルポンさん、あれ5時ですかね、あれあれ。本当に、あ、アンソニーさんありがとうございます。アメリカから、え、グモーニン、ハロー、あ、グモーニンかもじゃない、くんな、くんないかな、ハローでいいか、ハロー、ハロー、ピガチュー、ピガピガー、カービィ、一生懸、一生懸。ずっとあの大ランタの一生懸。うん、全然似てない、全然似てないです。うまいよ本当に。キアタの英語好きすぎ、本当に Good morning, good morning。 全然できてない。 Good night, good night, good good good。 英語っぽくできない。 Hello, hello, hello。Oh, oh, oh! What's your name? What your name? What's your name? What's your name? What's your name? Oh, hello. What's your name? Oh, you are Taro. Hello, Taro. Nice to meet you. Nice to meet you too. Taro. How old are you? Oh.16? Oh! Oh, me too, me too! Oh, me too too! Oh! Oh, how about... Ah, just, 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 Nice to meet you! And... What? Do you like... do you like food? Strawberry! Me too! Me too! Me too! You and me? 最高。日本語やんけ、日本語やんけ、日本語やんけ。Have a nice day. Have a nice day.あ、ミリヌコさん、まいまいありがとう、見てくれて、ドゥーン、ありがとう。起きたらキャータンが外国の方になっちゃう。あ、萌え、あ、萌え、ハロー、あ、あ、グモーニング、グモーニング、あ、I'm from is America。 Oh, what do you、 あ、じゃ、 do you live、 うん、 where do you live、 where do you liveあ、アメリカ、あ、違う違う、あ、あ、サウジアラビア、おお、サウジアラビア、おお、あ、うん、遠いですね、ちょっと遠いですね、うんうんうん、あ、おお、do you like、 do you like food、 do you like food、 サウジアラビア、あの石油がたくさんあるところ。Do you like food? Moe? Do you like... Do you like Moe? ちょちょ、間違えた間違えた。 Do you like food? もう答えてくれないですね、答えてくれないですね。なんか違う人になっちゃった、あのリスクになっちゃった。ああ、おさんかさん、おさんかさん、わかる人いるかな、おさんかさん、赤ずきんちゃんどこやったの。わかる人いる、ピーマル様さんの YouTube 見てる人は。答えて、萌えちゃん、あの萌えちゃん、あのふざけすぎてごめんなさい。頭おかしくてごめんなさい、朝からごめんなさい。 I like bread、 かっこいい顔に。Oh,
bullet. Must meet you, meet you, meet you. I love bread. Oh yeah, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh, have a nice day. Bye 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 bye. どう。いや本当にやばい、マジでテンションやばいと思う。え、自分でもやばいと思う。テンションマジで頭おかしいんじゃないかなと思ってる。ごめんね本当に皆さん。こう見えて一応英検3級持ってるの。ごめんなさい、私5級しか持ってないです。ごめんなさい、やめちゃったんですよね英語ならの。そう、ナイスとミーチューとかミーチュー言っとけばなんとかなるかなって思ってます。おかしいのは毎日で、いやーその通り、いつもだから大丈夫で。あーそっか、そうだった、すいません今更でした。やーなー、私そんなおかしいの毎日、ピエンピエン。いいところなんでしょうか。英語はノリ。本当にやばいよね。あの皆さん、私は普段こんな人じゃないのでよろしくお願いします。サシーになっちゃった、サシーン。そこが好きなんですか、本当にですか。ちょっと前髪がね、今すぐ腰じゃない、櫛が欲しい。おかしいくらいがちょうどいいね。本当ですか。いや4000人の方が見てるのやばくない。4000人の方々本当にありがとうございます。あの普段こんなおかしい人じゃないのでぜひフォローお願いします。どっちかわかんないけど1時間で4000人、朝からすごくありがたいです。すべて演技ですか。演技、演技って言いたいですよ。演技って言いたいんですけど演技じゃないんです。いや演技でやってほしかった。演技って言ってきますね。私ちゃんと真面目な人だよ。いや真面目じゃないかもしれない。やばい本当に。普段はおかしくないよピコリーン。最近ピコリーンとケロリーンにハマってます。ケロリーンとピコリーンって言っとけばなんとかなるかなって思っちゃってます、ごめんなさい。だからピコリーンとかケロリーンとか言うときはなんかごまかしてんのかなみたいな時でございます。待って、英検準2級とかやばそう。もう準ってついてるだけでもう、あー無理ですってなっちゃう。もうなんか順ってついてるだけでさ、うわ来たみたいになんない。なんか漢字順2級とか無理無理無理。私にはあのー、待って、普段はお仕事してごきげんようはやばい。あそう、ヒール、あのヒール買ったら怒られました。えこれもしかして普段履くわけじゃないよね。ええマジで、え余計筋肉つくからやめなみたいな言われました。私足に筋肉がつきやすくて、だからずっとあのスニーカーにしてたらちょっと筋肉減ったかなって思ったんですけど、あのだから絶対に履かない方がいいんですよヒール。そしたらまた筋肉が増えてしまうから、だから絶対に履きたくないんですけど、でも履きたいから許してちょんまげっていう気持ちです。そうなんですよね、そうなんです。あと怪我するじゃんって、あなた足骨折したらどうすんのみたいな。でもそれは心配しすぎだなって思いました。その体質羨ましい。羨ましくないよ。筋肉ができやすいのは嫌です。まあ、だから腹筋とかはできやすいのはいいんだけどね、そういうのはいいんだけれども、めっちゃ筋肉つきやすくて本当に無理なんだよね。わかる？お嬢ちゃん。
いや、むくみもなんですよ。私むくみやすいし筋肉もつきやすい最悪な感じです。そう、優しいんですよ、すごく優しいです。この配信は見てないんじゃないですかね。おはよう。カホコ同盟組みたい。組まないでください。組まないでくださいとか言って。おはようだよ。おはようでやんす。おはようでやんす。雨すごいの。16歳になれたよ、よかった。え、今日誕生日。あ、違うの、あれ。16歳同い年だね、やった。拡散してないのにね、すごい、本当だよ、嬉しいですね、ありがとうございます。見てくださってること本当にありがとうございます。あ、おばあちゃんみたいな声になっちゃいました。おばあちゃんみたいな声になっちゃいました。びっくりしちゃうから。まなみん、まなみん、今日お誕生日ということで、はい、まなみんは今日お誕生日ということで、4月14日誕生日のまなみん、まなみんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーマナミー、ハッピーバースデートゥーマナミー、ハッピーバースデーディアマナミー。ハッピーバースデートゥーマナミー、マナミーお誕生日おめでとう。同い年だね、イエイイエイ。16歳、じゃ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 、ありがとう、おめでとう。おめでとうだよマナミー、ラブ。また話すの楽しみにしてるね。ありがとう、バイバイ、ありがとう。やった、お祝いできた。4月誕生日多いね、意外とね。嬉しいでございますね。なんか実質まなみんさ、4月誕生日ってことはさ、もうちょっと早かったらもしかしたら本当に同い年だったかもしれないね。私も11月26誕生日だしね。キャタン20歳になってもう塾やってるのでしょうか。いやー、やってないんじゃないですかね、きっと。わかんないです、未来は。お誕生日知らん、すごい。よいしょ。マスクしてると眠くなるし、目が見えないから眠くなりやすい、ダブルできてます。トゥーン。やばい、まだやってた、わら、まだやってみよう。365日は無理です、断言します。365日は24時間配信できるよう、ちょっと、じゃあ24時まで配信できるようにならないと多分無理です。眠いでやんす、そうでやんすか、本当に。ふわふわ JK、 あ、ふわふわ JK ゆいちゃん覚えててって言ってくれたけど、覚えてるよ、ありがとう、また来てくれてありがとうね。マジでイラつい。お前に合わせて、どうやって歌ってんだろう。お前のおうを外さないようにいつも頑張ってる。いつも最近とかたまにお前とか言っちゃうから、お前に合わせて生きてるわけじゃないんだよ。どうやって言ってるかな。お前に合わせて生きてるわけじゃないんだよみたいな感じで歌ってる。かっこつけて歌ってる、気持ち悪いね。気持ち悪いね。ありがとう、真似してくれて。男聞こえない
こびるきなよとしこぼせい、いつも思うんだけど、こびるきなよとしこぼせいって言ってるじゃん。もうせいの音がこっちから聞こえるの、すっごい。私せいって苦手なの。だからね、すっごい生音で聞こえるから、ここでうわすっごいなっていつも思ってます。声量がすごく大きくてすごいなって。守ってくれないの？ちょっと星になってる。なんていう歌詞だっけ、なんていう歌詞だっけ、守れないの、なんだっけ。キアラ先輩なんだい、プライベートでデュクシやってますか？やってません。やってません。みんな歌うまくなったよ本当に。やっぱライブが生歌っていうか、まあちょっと入ってるかもだけど、ほぼ歌ってるから、やっぱ歌うたびに上手くなるよね、やっぱりね。あ、星になっちゃう、星になっちゃう。点つけてほしいところ、途中で学校でできちゃうのにやりません。一番の頭のところ、秩序守って並んだ綺麗に咲いた花、あ、周りは守ってくれないくれないとか。おもろ。周りは守ってくれない心のさ厳しい宇人路って歌ってます。はい。はい、周りは守ってくれない、なんか、うん、狭すぎる美しい花になりショーウィンドウ叶えるな、逆らいでツインテール見えないな。え、ライブでやったよ、スペシャルライブで。あの、来らない人をそう言ったのか、写真あげてないか。昔の私は戸惑い切な、もっと高い、戸惑い切なだったんですけど、最近は戸惑い切なって感じです。あ、全然変わってないか、声がちょっと。パパもママも誰も気づかない、どんな感じで当たってるっけ。パパもママも誰も気づかないかな。4月のね、4月カラオケ配信したいんだけどね、4月あと26日しか休みがなくて、今月が26日にカラオケ配信できたらしたいなって思います。4月26日、しかできないかな、わかんない。そう、休みは今日で最後なの。あ、嘘、最後から2番目。気づかない、何がわかんない、いつも抱いちゃってるけど。だけど会いたいの振りめっちゃいいよね。イトコントン10年はよ。なんで知ってるの。あ、さっき言ってたね。いや、名古屋の次の日か、ちょっとお疲れちゃんになっちゃってるかな。確かにいおりちゃんの誕生日だから申し訳ないから、やっぱ他の日にするか、申し訳ないね。いや、いつかできるよりかも午前中だけの仕事の日とか。ちょっと4月26日申し訳なかった。よし、いおりちゃんの誕生日を覚えてる。あと、はなちゃんは2月4日、いおりちゃん4月26日、さなつんは8月3日。私、なーたんとえさちが一生覚えられないの。いや、7月15日、いや何日だっけってなっちゃうんだよね。2人ともさ7月で全然覚えらんない。あと、まあ11月30日はアンコロじゃん。で、1月19日はうわっ、前覚えたのに忘れちゃった。ねえ、助けて。私ね、一生覚えられない誕生日人も。いや、
え、待って、さっきこの間覚えたの、え、19がマイカちゃんだっけ。いやー、あれ、アリサッチは8月だった。やっばい、ショコちゃんが7月でした。やばい、ごめんなさい。ほんとね、どっちだっけ。でもマイカちゃん遅かった気がするな。ひとみちゃんが19だ。ひとみちゃん、そう、ひとみちゃんが19歳の時に、あ、ひとみちゃん19なんだってなった気がする。19歳で19日誕生日だってなったから、ひとみちゃんは19です。でマイカちゃんが21かな、多分。あー、合ってる合ってる、よかった、よかったです、よかった、しっかり、ごめんなさい。そう、7月6日と9日伊佐知、8月1日ね。なあたんが7月6日で、しょこちゃんが7月19か。いやー、7月19じゃない、7月9日。マイカちゃん、すねちゃんやね、ごめんね、覚えてたの、覚えてたんだよ、覚えてたんだけど忘れちゃった本当に。そう、なあたんが7月6日で、しょこが7月9日そうなんですよ。私、しょこちゃんは、あの、しょこちゃんは7月6日で、6日っぽいじゃんこれ。だけどこの反対って覚えたんだよ、なのに忘れてました、ごめんなさい。マイカ、マイカお姉ちゃん、これで泣かんで済むね、よかったです、本当によかったです。あ、ミリには言ってなかった、ミリには3月15だよね。うん、あなたに怒られちゃう、いや覚えてたんだって。いや嘘なんだけどね、覚えれてなかったよね、ごめんなさい、ごめんなさい本当に。最近ケーキ食べてないですね。え、5000人こんな朝から、ってか雨降ってるね。6時24分すごい、ありがとうございます。っていうか聞いて、私全然プレゼントあげれてなくて、ミリニャに誕生日プレゼント何がいいと思いますか。でファンの人に聞くスタイル、ミリニャは何が欲しいと思いますか。のえみちゃんの中で一番好きな曲は秘密インシデントです。何がいいと思う、ミリニャ。あ、そう、イオリちゃん、ミリニャとイオリちゃんのタンプレお願いします。何がいいか、ゆりちゃんにはワンチャン iTunes カードが一番効果的っていうか、何、一番実用的かなって思うんですよね。でも値段が分かるのがあれなんだけど、ヨギボーはお金がかかっちゃいます。そう、コスメは全部持ってると思うんだよね。ゆりちゃんパイの実、でもパイの実絶対誰かあげると思うんだよね。パイの実は自分できっと買うから、ラーメンもきっと買ってるから、課金が一番いいんじゃないかなって思いますね。うん、猫のグッズはよぼく、喜びそう、本当に。モンハングッズはきっといらないですミリには難しいんだよね、すごく。イオリちゃんは何個か出てくるんだけど、ええ顔じゃ無理。どういうこと、もももさんいやー、ミリニャのどうしよっかな。もう1ヶ月経つんですけど。でもミリニャね、くれたの誕生日プレゼントだからあげたいんだよ絶対に。いやどうしような、こちらどうしような、うーん、あーどうしよう。
番ね、わかんないね。おはようだよ。ねえ、何がいいかな。マンション無理だ、諦めます。そのうち出てくるはず。いやどうしような、本当に。いやどうしよう、そのうち頑張って決めます。頑張って決めます。ね、ハイブランドは買えません。じゃあとりあえずプレゼントは、あ、それ考えて決めたいと思います。よし、今何時だ、今何時、6時28分でした。ね、体が変な感じです、やっぱ。いやー頑張って起きてたい。よいしょ。一来人、おはよう、おはよう、おはようと思い出した、あの人狼ジャッジメントの、おはよう、おはよう、おはよう、誰つる。おはよう、おはよう、おはよう、分かる人いる？人狼ジャッジメントじゃない、人狼ジャッジメントじゃない、なんだっけあれ、待って、気になった、気になりすぎて無理、人狼、そう、人狼ジャッジメントだ。おはよう、おはよう、おはよう、誰する？いやー分かる人いる？あ、分かる？おはよう、おはよう、おはよう、誰する？面白すぎる。アンナとか、アンナっていうキャラクターとかさ、なんか怪しまれそうじゃない？ねえ、人狼殺みたいなやつってさ、どうやってできんの？人狼殺みたいな、待って、ママショウゴさんおもろーい。え、待って、いとこんとんさんありがとう、いとこんと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 ん、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとう。ありがとうだね。あ、パコ、パコソン、パコソンとか言っちゃった、パーソコン、パソコンか、うん、無理だ、パソコン持ってない。何？見えないよ、このみーさん。運動不足になれ。あ、戻ってきた、ミリネコさん、やった、アプリなかった。すぐ釣られちゃうのおもろい。だいたい初心者釣られちゃうんで、怪しい動きしてるとかとか、うん、釣られちゃうよね、悲しい。目の前で相方の人狼がやり逃げして俺だけ目撃されたのを忘れ取れる、そりゃそうだよ。だから壁とかに隠れないと、そう、だいたいの部屋隠れるところあるから、壁にさ青いあれがあって、あれに入れば隠れるんだけど、であそこからなんか丸いボタンで監視室とか内々室とか移動できるのよ。だからそこに行ってもいいかもしれない。でもね、出た時、待って、ゴミ、ゴミじゃない、まつげが入った。でもさ、その出る時にちょうど見つかったりすると、人からそれでバレたりするからね、怖いよね。
いやマジで荒野人狼配信したい。荒野人狼配信したいよ。顔にすぐ出ちゃうからすぐ撮ると、いやおじゃちゃん顔見れないから大丈夫だよ。待ってゲイル、ねえわかる、ゲイルって名前がねなんか怪しそう。いやーまえマジでね、人狼小屋人狼ねガチで増えてきたんだよ、だんだん。それとあのチーミング、チーミング野郎、なんか例えば2と4が人狼だとしたらなんか10とか10番と、あとなんか誰だっけ忘れちゃったけどめっちゃ番号覚えてる、その人たちが24人狼だったんだけど、多分24と10とあともう一人がつながってて、それで負けた。最悪だよ本当に最悪マジでね、つながんないでほしい。あ離脱する朝がやだやだマジで、ありがとうもいちゃん、お仕事頑張ってね、ラボ頑張ってね、フリフリいってらっしゃい、いってらっしゃい、チーミング野郎こうやって人狼できはできるよ、できるよ。あの小屋行動の中のレジャーモードであるの。そうなのよん、ぽちゃん、ぽちゃんだぽちゃんぽちゃんもやってみてね。はい、1番のりんご先生です、お願いします。2番のりんご先生です、お願いします。3番のりんご先生です、お願いします。4番のマイメロ星人、マイメロ星人待ってマイメロ言っちゃったマイメロ星人です急にマイメロ出てきちゃったびっくりしたんだけど自分でも、ちょっとマイメロのことちょっと思い出しちゃったら本当に面白すぎる思い出しちゃったマイメロおもろすぎるこれやってみる。そうレジャーモードで荒野人狼ゲームってやるからやってみてほしい、マジで面白いから。でもね回数重ねないと面白くないかもね。そう回数重ねてやってみてください。前前村じゃん、前髪、前でも前村に洗脳されてる。やばすぎる。さあ魔物星人です、お願いします。5番のふん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 です。ふんふん星人です。ふんふん星人です。ふんふん星人やばい。ふんふん星人です。お願いします。いややばすぎる。会社に到着してまで見るね、ありがとう、ありがとうともりさん、ありがとう、ありがとうトゥーンってしてるよね、ありがとうにしよう、テロップ、ありがとうハート、あー消えた、ありがとうありがとう。7番、僕ドラえもんです。僕ドラえもんです。お願いします。全然似てない。全然似てないです。まみれなんですけど、3番のももせいじんが怪しいと思います。
なぜなら、私ピンクなのに、ももさんも、ピンクだからです。ももじん、ももし、もも星人がパクってきました。もも星人が人狼だと思います。マメロメしてべよ。メだよ。本当に。8番の僕アンパンマン、僕と一緒に遊ぼうよ。バイキンマンは誰だ。やばすぎる。あれ、ナイさん桃尻星人とか言いました。あれ、桃尻星人とか言いました。ちょっとその声で人狼やれたら秒で連れてくる。山上さんが回してきました。撮りましょう。やばすぎる。アンパンマン映る？僕、じゃあ僕アンパンマン、僕と一緒に遊ぼうよ。似てないな。バイキンマン、バイキンマンは誰だ。誰だ、似てない。誰だとか言わないもんね。いやー、ちょっとモノマネしてやってみよう。おもろすぎる。ほんとにやばすぎるな。クレヨンしんちゃん、あ、じゃあ9番だ。あ、何じゃない、9番だ。あら、あ、じゃあ、あ、あい、9番のしんのすけだった。悪いやつは誰だい。俺の桃尻でやっつけちゃうよ。似てな。似てなすぎでしょ。似なすぎる。ちょっと、しんのすけヒーローがやっつけちゃった。しんのすけヒーローとは、オラしんのすけだぞか。9番のオラしんのすけだった。生まれたてのしんのすけとかに、ね、確かに確かに確かに。誰の声、誰、急に誰。あ、家族起きちゃうので静かにします。家族ね、ね、ちょ、途中から雑になるんですけど、ちょ、途中、最初しかちょっと似てない。いや、似てないんですけど。ほら、桃尻だ。もう本当に小山レジェンダー怖すぎ。10番のサザエでございます。似てない。カツオ。似てない。カツオ、カツオ、え、マジで似てなかった、ごめんなさい。声真似声行動は YouTube でよく見てた。声真似マロさんとかかな。あのリーデルと何、あのドラえもんとみたいな。まあまあでかい声、確かに。あのビーデルさんとドラえもんのモノマネする人たちがいて、あのなんかね、そう、めっちゃ面白い。今あんまり見てないけど、リヴァイとマスオさんとか、あ、リヴァイの真似してる人いるよね。あ、マスオさんもいる。何、うん、なんとかだよんみたいな。リヴァイは、あ、声出せないんですけど、あ、なんとかだ、いや無理だった。あ、
10はどこだ。いや全然って、リヴァイはちょっと声低すぎて無理だ。なんとかだみたいな、面白すぎるよね。マラソンメジロの姿かよ。面白いよねすごく。川の中、11番の川の中に石があるが、口づけ、口づけじゃない口癖のボーちゃんだ。ボー誰誰マジで誰。ところでの、ところまで、え、ところで何時まで配信してくれますか。妹が起きるまでです。いや妹そろそろね目覚ましなるんだよね。口づけ面白い。おばちゃん一番似てる、やった。面白すぎる。本当に一緒にやる、一緒にやっちゃう。あはは、おばちゃんのお願い、個人的にお気に入り、やった。そうだね、そうだったったったね。ちょっと待って、プレイバック、プレイバック、今の言葉、プレイバック、プレイバック、じゃん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 。じゃん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 。あ、ちょっとコメントが、ぼーちゃん、ぼーちゃんの口づけやばい。あ、やばい。うん、妹が起きるまで。そう、妹が起きるまでだよ。マラさんとさよならよく見てるかな。さよならさん最近見てないな。中2ぐらいの時めっちゃ寝てたかも、見てたかも。マラさんはすごく、あの笑い方がマジで面白すぎる。あの、いや名前出しすぎるとあれかもしんないけど、別にそんなめっちゃ推しですってわけじゃないからあれだけど、ナポさんとかわかるよ。ナポさんとマロさんってめっちゃ笑い方同じだよね。なんかね、弟が誰だっけ、フォートナイトの実況者の誰か名前忘れたんだけど、その人も同じ笑い方、ゲラゲラみたいな。あー、名前思い出したい。弟がめっちゃ好きなマイクラとかフォートナイトやってる人がいいんだよね。あ、庄司さん、庄司っていう方がいらっしゃるんだよ。その方がね、弟が庄司さんが大好きで、その人見た時最初、あの、そう、マルさんかと思った。そしたら庄司さんだった。そう、めっちゃ弟庄司さん見てる。まずちゃん庄司。電車乗り遅れた、ぽちゃんごめんね。昨日3週間ぶりにこういうことあげて、マジ。あー、確かに確かに、妹だと思ってた初見の時。本当に、おはよう、おはよう。なんかおすすめの実況者さん教えてください。なんか女性の方でもいいかな、女性の方。なんかさ、やっぱ実況者さんってさ男性がやっぱ多いから、なんか女性の方教えてほしいな。そしたらいっぱい見たいな。モコウって誰ですか。じゃ調べてみますね。
木工の実況なんかな、なに持病再発の疑いがある、なんだこれなんだこれとか言っちゃった。すごいなんかすごいポケモンのあれですね、実況者さんなんですかね。翼三郎、あ、篠宮はるちゃんさん可愛いよね。翼三郎さん、あ、エイペックスフォートナイト、ほえーん。木工はやめながら、あ、了解です、やめます、やめますね。木工さんちょっとあれですか、木工さんおすすめしてきた方テルリングさんだ。お嬢ちゃんは翼三郎さん、ちょっと、え、篠宮春さん普通に見てる、普通に見てる篠宮春さん、ね、めっちゃ顔ぼマジで可愛いよね篠宮春ちゃん。あとさ、あの子も見てる、誰だっけな、ね、篠宮春さんと、名前が思い出せないな、あ、サクサンちゃんさん、てかあのマラソンの動画出てる人大体見てるかも、あのピードレちゃんさんとモコモチちゃんさんとか、あとチノチノさんとかも見てるかもとか。女性が多いから、女子とか言っちゃった、女性が多いからね、しかも声可愛い子多いんよね、だからよく見てる。あ、狩野英孝さん最近見てるの面白い。向こうさんは見ませんじゃん、何笑ってんねん。たくさんちゃんもツイッターフォローしてたね、誰一人してわからん。そう、めっちゃ、え、でも声行動さん、声行動の実況さん大体見てるかも、一通りなんか面白そうだなって思ったやつ。だから最近は荒野人狼のなんか何動画出してる全然人気ない人、いや言っちゃダメ、人気ない人とかすっごくかわいそう、本当にごめんなさい、マジでごめんなさい。でもなんかそういう人は逆にたまに見たことある、なんかあんまり有名じゃない人をあんまり見たことがなかったんだけど、あ、すごくみんな頑張ってるなって思って、え、この人有名になりそうとかそう思ったりして、すごくね面白いね。本当にごめんなさい、あの私言葉選びが本当に下手で率直に言っちゃうんです、本当にごめんなさいね。かなさんも声かわいいの、あの男性ですね。やだ、私すごく上から目線みたいにな、ちょっとごめんなさい、本当にごめんなさいだよ。ちょっとドラえもんになってきちゃう、ドラえもん、ドラえもんはそんなこと言わないよね。率直に言うっていうのも、そう、人気などは子さんでなれるね。6000人モニテル、ごめんなさい、本当にごめんなさいとか言っちゃった、ありがとうございます。ちょっと変な配信しちゃってごめんなさいしかないです。兄弟、マジ似てる？あ、兄弟弟者さん、ちょっとわかんない。お、見たことあります多分。そんな頻繁に登録してなかったんですけど。本当ですか？ありがとうございます。
サナツとドラえもんコラボしたし、サナツのドラえもんするドラえもんのモノマネは、じゃあドラえもんのモノマネするサナツのモノマネをするのは、サナツの僕ドラえもん、てか僕ドラえもんだよ。あれ、そろそろカラオケ配信した方がいいんじゃないの？が、あのドラえもんのモノマネするサナツのモノマネです。で、私のドラえもんのモノマネ、僕ドラえもんだよ。あんま変わんないか。そろそろカラオケ配信した方がいいんじゃないの？あ、違う。いいんじゃないの？違う。いいじゃないの？ちょっと違います。アニジャオトジャさん、それはなんじゃ？アニジャオトジャさんっていうのね。ごめんなさい、本当に。あのサラチュンはこう、サラチュンは僕ドラえもんだよ、鼻にかける感じ。私は上から僕ドラえもんだよみたいな、いや量が似てなかったんですけど、てってれタケコプターってサラチュンは言って、私はてってれタケコプターって言います。ちょっとよくわかんない、ちょっとよくわかんないですね。ちょっとよくわかんなかったですね。あ、待って。東海帝王。最近妹とね、お母さんがね、めっちゃ馬娘ハマってるんですよね。あの小学校って言ってる方何なんですか、あら、何歳だと思ってますよ、私高校生なんですけど。どんどん画面近づいてくっていうね。さなえもん、キアラちゃん今日ショールームしてるのかい？今馬娘見ながらキャット見てる。ちょっと馬娘の東海帝王さんの声聞いてみますね。なんか声が低くなっちゃう、モノマネしてると声がね。東海帝王って本当に馬いるの？そういう、ありがとう、ありがとうって感じですか？サウンドキアラ、あたい夕焼けのよ、てん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 みたいな歌を妹が流してて、めっちゃいい曲でした。てん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 みたいな。え、サウンドキアラ、ほぼ斉藤キアラだよね。マジサウンドキアラさん応援してるので本当に。夢をかけるよ、なんとか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 ね。ねえ、サウンドキアラさん結構優勝したりしてますよね。強くない？サウンドキアラ、そう、イニシャル同じ。あれ、お塩ちゃん誤字してる。私今日誤字してる人にちょっと煽りがち、ごめんなさい。お塩ちゃん、お塩ちゃん来てくれてありがとう。アイコンかわいい、アイコンっていうかあのアバターがかわいい。ありがとう、ありがとう。どういう声？ありがとうって感じです。
で、うん、僕も思いっきり走りたいよ。あ、全然寝てなかった、寝てなかったらごめんなさい、全然寝てなかったです、全然寝てなかったです。そう、タラちゃんになっちゃった、タラちゃんになっちゃった、タラちゃんになっちゃいました。ありがとう。いや似てない。え、声優さん誰ですか、聞いたことのある声。なーに、マジでなんか聞いたことのある声ですよね。いくらののり巻きで、私いくらののり巻き大好き。ルイちゃんのモノマネ最近してない。手くれたきな、頑張るみ、うわちぬるねじらねじらね、頑張るみ、ふんばるみ、え、似てない、ごめんなさい、マジで似てない、ごめんなさい。サンドディレクター一緒だから曲好き。え、確かに一緒だよね、ちょっと似てるよね。そろそろお母さんとか妹とか起きてきちゃうのでやばいですね。え、結構起きてきちゃう。今日はもう配信ないかもしれない、もしかしたら。賢い可愛いエリーチカ、いや全然違くない、声全然違くない、ちょっとタラの私になっちゃった。来れた、あ、ルナ、月、どっちだろう、月さんかルナさん、どっちですか。前も来てくれてありがとう。ありがとう。あ、ごめんなさい、ちょっと声真似、声真似してましたかったね、ごめんなさい。ありがとう、 ありがとう、ありがとう。やばい、充電があと 20% です。今日はもうやらないかもです。今日はね、もう寝るかも、うん、寝るかもっていうか、あの起きてると思うんですけど、配信はしないかもです。ありがとうね、見てくれて。待って、月、月って月とルナ、だからどっちか、月かな、多分月かな。目覚めた。ありがとう、ありがとう。あ、あ、月です。ありがとう、ありがとう。ありがとう。え、可愛い、ありがとう。やばい、本当にありがとう、ありがとう。勝手に超入るなって感じです、ごめんなさい。月ちゃん、ありがとう、ありがとう。ごめんなさい、本当に本当にごめんなさい。最後におばあちゃんください。カバンの中に石がある、ふわふわ JK ゆいちゃん、カバンに流したい。いや、ちょっとどういうこと、カバンに流したいとは、川に流したいとはになっちゃった、ごめんね、おばあちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。やばすぎるテンションが、ありがとう。うん、3回連絡で配信見に来れた、ありがとうね、ありがとう。おばあちゃん寝てる、あ、ゆい、フラワージェキ、ゆい、ゆい、ゆいって呼ぶね、ありがとう。ありがとう。ありがとう、本当に。かわいい、桃太郎、確かに。今日は授業寝ましょう、寝ないで、寝ないで、私みたいになっちゃうから寝ないで。勝手に遅刻してる、ダメだよ。いや、いいけど、
いいけどね。ありがとう。弱すぎる。トントン。ありがとうございます。もう7時になってしまいました。やばいです。2時間経ちました。すごい2時間経った気がしない。私いつも気づいたら2時間3時間やっちゃうからびっくりしちゃう。本当にごめんなさいね、長い間。ありがとう見てくれて。ありがとう見てくれて。ありがとう。夜勤頑張って本当に。目が眠そうなのは多分カルコンをつけてない、コンタクトつけてなくて目が見えなくてこういう目になっちゃうんですよ。ごめんなさい。カルコンをしてればこうなるんですけど、だけどちょっとね、しかもこれで影ができちゃってるからかも。ちょっとねこうなっちゃう、目が悪くて見えなくてごめんね。本当に準備しながらしたら見てた。ありがとうありがとうありがとうって言いすぎ。そろそろアンケート取りたくなるね。じゃあこのまま続けるか続けないかアンケート。もう寝たいよって方は1、このまま続けてほしいよって方にお願いします。ピーマルピーコでーす。ピースどっちが来るかな、どっちが来るかな、どっとっとっとっ。1はもう寝たいよって感じです。もう終わりにしていいよっていう。切りまーす切りまーす。あ、2が多いですね。いやじゃあ寝よっかな。アンケートの意味ごめんなさい、私は物弱で。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。え、妹もう起きないんですけど。妹起きないんですけど大丈夫そう。頑張れ。配信中は寝ません。ありがとう。あっ、びっくりしちゃった。ちょっとここは腕がかゆいです。腕がかゆい。あ、なんか飛んできた、ほこりが飛んできました。ということん大丈夫そう。妹ちゃん大丈夫そう。いや、起こしてあげた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、でも多分8時過ぎに家出てるんでしょう、いつもあの子。だから多分7時15分ぐらいになると思います。でもそれまでは続けますね。妹が起きてきたらちょっともう終わりにならないと。妹ちゃんは中2だよ。あ、中3になりました。早いな中3って。こないだまで小5だったのにな。でも永遠の小5だ。そう、小5が、弟が起きてきました。弟は小4になって妹は中3になりました。私がクラブ入った時は妹は小4、じゃあ小5で、弟は何歳だろう、覚えてないな。興味なさすぎでしょ弟に。かわいそう。あ、小1かな多分。やばいな。ご飯私朝ごはん食べないのでね。本当に。あ、山本山どうくんありがとうありがとうね、見てくれて。長寿のイメージなかったわ。だよね、わかるわかるとか言って。そうなの、私ね全然そういうイメージないよね。あ、キアラが明日の朝も、明日の朝は無理かも配信。ちょっと見て、じゃあアンケート取るね。
1番が配信してほしい、2番はいや寝てていいよの明日の朝の配信です。どっちがいいと思いますか？明日の朝は配信して、むしはあ、むしろじゃない、2番はいいよ寝てて、どっちですか？ジュアイラちゃん、キアラです。キアラです。配信、じゃあアンケート止めます。ドゥン、いや割と同じ感じ、あーでも1の方が多いね。じゃあちょっとだけしますね朝配信するね明日も朝明日ねエコタイムなんですよ実は。だけどエコタイムの前にできるかわかんないのでやってきますね朝。朝やりまーす。けどのお姉ちゃん泣いたかった、いや大変だよマジで大変だよ私のお姉ちゃん。ふわふわ JK、ふわふわ JK、 確かにゆいちゃんっていっぱいいるもんね、ふわふわ JK エコタイム、はなちゃんとふんまるたんでこんにちは、そうはなちゃんとだよ、ふんまるたんとだよ。明日7000人いたのやばくない？昨日入学式、友達5人作れた、それはナイス、内数だね。すごい7000人の方ありがとうございます、本当にありがとう、ありがとう、ありがとう。キャラちゃんのマネージャーだったら本当に大変だよ、私のマネージャーが世界一大変だと思う。え、それはない、それはありませんでした。うん、ねありがたいですね、ね、よりより多いんだけどどういうこと？みんな朝方？ありがとうございます本当に。ありがとう。ありがとうございます本当にね。そろそろ終わりにしないといけないな、でも続けるって言っちゃったんですけど、ちょっと終わらせないとダメージ出てきます。やばいです。あ、やばい。妹のアラームが鳴りました、やばいやばい、これは寝ないといけないです、寝ないってことか、終わりにしないといけないです。やばい、終わりにしないといけない、ちょっとてかみんな起きてきます、やばいです、そろそろ終わりにしたいと思います、ちょっと終わりにしたいと思います、そろそろやばいです。壇上をトンと呼んできてくれます、テルン、みなみな、やばいやばい、トム、シュウくん、ゆらゆら、マサさん、エトコントン、8?8?8? おじゃちゃん、ジュンくん、マメ、エナゾー、コトミ、ありがとう。ちゃんと読めなくてごめんなさい。結構起きてきちゃう。本当にやばいかも。ありがとうね、本当に。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございました、本当に。急に声ちっちゃくなるっていうね。ありがとう、本当に。声聞こえる。やばいよね。ありがとう、またね。ラブ。よく妹起きなかったな隣の家、隣の時じゃない、隣の部屋なのに。バイバイありがとう、またね、ありがとう、バイバイありがとう、ごめんね切っちゃって、続けるって言ったのに切っちゃってごめん、本当にありがとう、またねバイバイありがとう、ありがとう、ありがとう、トン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 。